1909年、サンクトペテルブルクにて、父ボリスとエレナと共に、ドミトリー・ボリソビチ・カバレフスキーは、ロシアの作曲家、ピアニスト、著述家。子供向けに優れた作品を残した、現代の作曲家の一人とみなされている。ソビエト作曲家同盟をモスクワに創設するのに、尽力するなど、ソビエト連邦公認の芸術家として、作曲界で牽制を欲しいままにした。 サンクトペテルブルクの数学者の家庭に生まれる。父親から数学に進むように激励されたが、早くから芸術に魅了されていて、視野絵画を作る傍ら優秀なピアニストに成長し、後にサイレント映画の伴奏演奏家を務めるほどだった。1925年に父親の意に背いて、モスクワ音楽院に進み、ニコライ・ミャスコフスキーに作曲を、 アレクサンドル・ゴリジェン・ベイゼルにピアノを指示。同年、学生作曲家創造集団に入会。第二次世界大戦中は、多くの愛国的な歌曲を作り、1940年には、ソ連共産党にも入党した。戦時中に運営された、ソビート音楽史の編集者も務めている。また、サイレント映画のための演奏者を務めるから、劇場音楽にも手を染めている。 1948年にアンドレイジ・ダーノフがソビエト音楽の取るべき進度についての決定を宣言する際、当初カバレフスキーは形式主義者の一人として名が上がっていたにもかかわらず、当局とのコネのおかげで自分の名前を消してもらうことができた。一説によると、カバレフスキーはソビエト連邦作曲家同盟の指導的地位にあったがために要注意人物とされたに過ぎないという。 外してカバレフスキーは、火星法に関しては、同時代人ほど、冒険的でなく、より伝統的な全音階を好み、超短音階の交代や半音外技法を織り混ぜるに、とどまった。セルゲイ・プロコフィエフとは違って、社会主義リアリズムの擁護者であり、戦後の作風は、大衆的で平易で大当たりを取ったとは言われがちだが、このような評価は、当時のソ連のどの作曲家にも当てはまる。 また、戦後のカバレフスキーの代表作は、青少年向け、児童向けであることが多い。カバレフスキー作品のうち、日本において最も知名度の高い、道化師は、その、ギャロップが、しばしば小学校の運動会の BGM に利用されてきた。カバレフスキーはまた、子供の演奏技術と大人の神秘眼との埋め合わせを、特に狙った作品を書いただけでなく、存命中は、 25のソ連の学校で音楽教育の実験的カリキュラムを設定した。カバレフスキー自身もしばらく7歳児学級を担当し、注意深く聞き取ることや自分の印象をどのように言葉にするかを指導した。カバレフスキーの音楽教育に関する著作は1988年にアメリカ合衆国でも出版された。門人にアメリカ人作曲家のレオ・スミットがいる。 音楽活動に対してソ連から受けた名誉は数多く少なくともスターリン賞を2度受賞している。音楽教育界のかなりの実力者となり、1962年には音楽芸術教育の委員長に、1969年にはソ連邦教育科学アカデミーの芸術教育部門科学委員会の会長にそれぞれ選任されている。また、 音楽教育国際協会の名誉会長職も受けている。カバレフスキーは頻繁に外国を訪問し、ソ連平和擁護委員会の会員や、またソ連国際友好推進委員の代表も務めた。カバレフスキーはすべての音楽ジャンルに作品を残している。作品は皆ソ連のリアリズム路線に忠実で通俗的である。ロシアではカバレフスキーは歌曲やカンタータ、 歌劇の作曲家として名高いのに対して、国外では還元楽曲で知られている。1987年にモスクワにて高い。ありがとうございます。